はい、皆さんどうもこんにちは、和風です。今日はカブトムシを爆散させるにはこれをやるべき5選についてお話ししていきます。はい、じゃあね、早速やっていくんですけども、爆散させる上でね、コツ一つ目なんですが、これはカブトムシのオスメスどっちもですね、餌ゼリーをちゃんと食べるかどうか、または、まあ、ちゃんと食べさせてあげるっていうことですね。ちょっとここに本物くんも、本物くんね、施設がちょっと欠けてきちゃったんですけど、はい。はい。でね、このゼリーをよく食べるかどうかは、もう産卵数に、まあ、直結まではいかなくともかなり影響すると、ワフは思っていて、やっぱりね、よく食べる、まあ、特にメスですね。よく食べるメスは、産卵数がね、多い傾向にあります。もちろん、個体によってはね、全く産まない個体だったり、産んでもね、ちょっとしか産まないっていう個体もいるのはいるんですが、全体的なね、数から見て考えると、ゼリーを食べる、もしくはね、他の餌を食べる量が多いね、個体っていうのは、産む数が多い傾向にあります。はい、でね、あげるゼリーの種類なんですけども、僕ね、以前動画あげたやつで、まあ、一度にカブトムシのメスがですね、3週間ぐらいセットして、幼虫と卵を合わせたら50匹以上一度に取れたんですけども、まあ、その時ね、あげていたのがこういう高タンパク系のゼリーだったんですね。はい、世の中には結構ビタミン系とかいろいろあるんですけども、僕はね、産卵の時にこういう高タンパク系ゼリーをあげています。はい、でここでね、餌食いがいいかどうかどういう風に判断すればいいかわからないっていう方いると思うんですが、これはまあ1日中こうやってゼリーを置いといてあげてですね、カブトムシがこう1日中ゼリーに食いついているようであれば、もうそれは食いがいいって見て全然大丈夫です。今までその産卵させてきたメス、まあオスもどっちもなんですけど、見てきた中でずっと餌にかぶりついているカブトムシっていうのはやっぱりね、産む数が多い傾向にあります。でもこれはなんとなくイメージつきますよね。やっぱりよく食べる方が健康体っていう風に考えることもできますし、まあ、卵もね、これゼリーから成分を取っているわけなので、はい、よくね、食べる分より卵を産むっていう、そういう考え方もできると思うので、はい、ここは、ゼリーを、ね、切らさず入れてあげてください。はい、でね、まあ、カブトムシを爆散させるコツ一つ目は、まあ、餌食いがいいかで、餌をこう切らさず入れてあげてね、ずっとかぶりついているかどうかを見てあげるようにしてください。はい、次ね、カブトムシを爆散させるコツ二つ目なんですけども、これはね、普段の飼育温度です。まあね、飼育温度といっても、カブトムシ、こちらですね。国産カブトムシは、外国産のヘラクレスとかと違って、まあ、日本に普通に生息している虫なので、それほどね、めちゃくちゃ暑いとか、めちゃくちゃ寒いとか、そういう風にならなければ、特に問題はないんですけども、今言った暑すぎるとかね、逆に寒すぎるとかいう風になると、やっぱり人間もそうですけどしんどいですよね、暑すぎたり寒すぎたりするのは。はい、なんで、まあ、飼育温度は20度から、まあ、25度以内がね、ベストだと思います。で逆に、まあ、どのくらいの温度はやばいかっていうと、まあ、30度以上はね、避けるようにした方がいいかなと思います。でここで一つね、いや、カブトムシ屋外で普通に生息してるし、普通に最近30度以上行くじゃんって思う方いると思うんですけども、カブトムシね、実際ね、昼間とか行くと、まあいる場合もあるんですけど、なかなか見つからなかったりしてね、まあ、そういう時どういうところにいるかっていうと、木の下のね、茂みにいたり、涼しいところでね、休んでるんですよね、カブトムシは。はい、なので、まあ、30度は超えないように、超えちゃっても、まあ、1回2回とかなら全然大丈夫なんですけども、それがずっと長く続くとね、カブトムシも多分しんどいと思うので、はい、気をつけてあげるようにしてください。はい、次ね、カブトムシ爆散させるコツ3つ目なんですけども、これはね、産卵ケースの大きさですね。はい、で大きさを紹介する前に、ちょっと前にね、
上げた動画でカブトムシの卵ね取ったんですけども、この子がちょっと羽化しそうなんですよね。今ちょっと若干幼虫の形が見えるっていうね。はい、余談はこの辺にしておいて、カブトムシのね産卵ケースの大きさで、まあちょっと産卵数は変わってくることがあります。はい、でですね、まあ、一度に大量に取りたいとか、あとそんなにこまめに採卵割り出しをしたくないっていう方は、あの大きい産卵ケース、以前動画にもあげたコンテナボックスみたいなやつですねを使用してあげるのが良いと思います。で逆にそんなに数はいらないよとか、あとまあ採卵は週1回ぐらいできるよっていう方は、こういったですね、これこの幅が、まあ30センチで、こっちが18ぐらいですかね、高さが20センチぐらいのやつを使用してあげるといいと思います。だいたいこれで卵の数はね20個ぐらいは取れますね。はい、以前やったんですけども。はい、次カブトムシを爆散させるコツ4つ目なんですけども、これはね、あの産卵セットを組む時に使うマットの水分量についてです。はい、このマットの水分量は結構大事で、まあ、極端な話ね、パサパサっていうのは絶対やめてください。はい、パサパサだとね、そもそも固く詰めら下の部分ね固く詰められないし、卵をね産みづらい、卵室みたいなの作るんですね、カブトムシっていうのは。なんでその部屋を作れないので、マットはある程度水分があるぐらいの水分量に調整してください。でこれ結構言葉で言うと伝わりづらいんですけど、まあ、よく言われる表現っていうのは、こう手で握ってね、こう手でこうギュッて握って、でこうやって離した時に、まあ、団子ができると思うんですね、その土の。はい、でそれをちょっとツンってつつくと、まあ、壊れるぐらいって言われ方をしてますね。はい、で、まあね、もうちょっとなんだろう、分かりやすくっていうか、分かりやすいか分かんないですけど、これはこうやって握った時にちょっと手にね水分が残る感じ、指先に若干のこうやってやった時に、なんだろうな、すべすべじゃないけど水があるなぐらいのイメージの水分量ですね、を意識してみるといいと思います。はい、まあね、言葉だとちょっとね伝わりづらい部分があると思うので、ちょっと実際に実践してみますね。こういうマットをですねギュッて握ります。そうするとやっぱこう団子ができるんですね。はい、でこれをまあ先ほど言ったようにツンとつつくと壊れるぐらい、こんくらいの水分量を目安にしてください。でこの時ね、こう手にこうやってやるとすべすべじゃなくて若干水分がね、あの手の指先に残ってるんで、はい、そのくらいの水分量に調整して産卵セットね組んでみてください。なので、まあ、そこまでね極端に水分量は難しいってわけじゃなくて、だいたい握って団子ができてプツンってやって潰れるぐらいだったら、はい、だいたいその辺の水分量っていうイメージでアバウトで大丈夫です。はい、カブトムシを爆散させるコツ最後ですね、5つ目は産卵セットを組んだ時にですね、あんまり持ち上げたり揺らしたりしないっていうことです。やっぱこの産卵セットを組んで、まあ、産んでるかどうかちょっと気になりますよね。はい、気になってこう持ち上げたりして、まあ、下から覗いたりね、僕も結構やっちゃうんですけども、まあ、これやったからといって全く産まなくなるっていうわけではないんですが、そっとね、まあ2、3週間はねそのままにしておくぐらいの覚悟で、もう触らないとか、あとゼリー交換の時だけ蓋を開けるぐらいにしておいてあげると、クワガタじゃないカブトムシもね安心して産むことができるみたいです。これはなんでそうやって言えるかっていうと、産卵セットとかね、組んで僕ちょっとたまに忘れちゃうことあるんですよね、組んだのを。はい、全然、まあ、ゼリーは入れとくんですけど多めに、全然触らなくて、あ、そうだ、組んでたんだと思って
あの割り出してみるとめちゃくちゃ産んでるとかっていうことがあるので、逆にこのなんだろうな、持ち上げたり確認したりをしている産卵セットっていうのは、まあ産むっちゃ産むんですけど、数はね、まあなんだろう、そんなにパッとしない数っていうか、あんまり産んでないなみたいなことがあるので、これはもしかして爆産させる上での一つのコツなのかなってちょっと密かに思ってるんで、まあね、爆産させたいっていう方は、ちょっと取り入れてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、で今話した、まあ爆産させるコツ5つをですね、やってみてもらえば、今までね全然カブトムシ産んでくれなかったとか、まあ、あんまり産んでくれないな、産んでくれてはいたけど数はそこまで取れないなっていう方、まあ、いると思うんですけども、ある程度取れるようになると思います。はい、うん、でこの5つで、まあ、特に重要なのが餌食いがいいかどうかっていうのと、まあ、普段の飼育温度あと、まあ産卵ケースの大きさはね、小さすぎなければ大体産むと思うので、基本はねそんなところですかね。はい、ぜひ参考にしてみてください。じゃあね、今日はこの辺で動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。